とりあえずあのダヒドで喜ばせてあげましょう。じゃあ行きますか。はい、じゃあルート136でやるぞやるぞはい、
小便の子供たちがなんか怖いものを見たさ状態になって聞きたいんだけど近寄りたくないというね距離がね、もう適当に離れていくというね恐ろしいんだよ。でね、なんか子供が増えてきたような気がする。トトロだよ、これ。トトロ。トトロだよ。あ、何言ってんの、何言ってんすか。トトロだよ。なんか、あれ、置物じゃんすか、なんか。神社に大変申し訳ないんで。トトロですか、ほら、子供ちゃんまだ逃げちゃったじゃないですか。ほら、あ、だから喋るとほら、逃げちゃって、また戻ってくるっていうね。ということで、子供たちには人気があるのか、ただ嫌われてるのかわかんないですけど、また、ライブ、演劇に来れたらですけど、また演奏したいと思いますので、よろしくお願いします。せーので、だけど どうもありがとうございました。あっという間に終わってしまいました。気がついたら子供たちがいるようになっちゃったね距離があるあんまり言いますな。じゃあそういうことで、また来月をお楽しみにということで、メンバー紹介いきたいと思います。オンリーのギター、もうスライドから何、オープンチリングから何から、目的じゃね、なんかオールマンなんですよね。わかる、オールマン。クラプトンでやってた愛しのレイラの、でもまだ27歳という将来楽しみだよね。もう俺なんか将来やし彼とね、私違うから、私も27歳の時代があったんですけど、将来期待されてなかったらその通りになっちゃったっていう見たの、また聞くんですの。そして天城と言ったら、この人なくて写真の世界はない。何気に三森のコメンテーターでありますよね辛口甘口すべて評論していただくふむさんです、そしていかにも縁の力、縁の下の力持ちなんだけど、縁の下の力持ち、縁の下の力持ちです。縁の下の力持ち、でもちゃんと前に出る、目立つとこは目立つというすみさんです。そして日本一のバッシンガー日本ありがとうございます。ミモリーのライブが終わった途端に雨やんじゃったっていうねすげえ悲しいやんじゃったよね、寄ってる間だけ雨降ってるんでね。どうもありがとうございました。